何をやっても悪く書かれすぎ。っていうかあんなのいつもの先生じゃない。絶対妖怪の仕業だ。いやいやケイタくん、土日を書く時期の先生は厳しくなるもの。そんなことまで妖怪のせいに。いた！ミサー！あれは？だあ！ここからは私のターンでミス。ですね、あいつはとんがり花のメモル、あ、じゃなくて怪奇顔男の逆襲でもなくて、わかりました、あれは妖怪ネガティブンデミス。ネガティブ、ネガティブンに取り憑かれると何でも悪い方へ考えてしまう、いわゆる妖怪不祥事案件。気持ちがネガティブな時って人の悪いところばっかり目についちゃうよね。を引き起こす妖怪デミス。ネガティブン、先生に取り憑くのやめてよ。俺の通知を大変なことになるでしょ。それがそうもいかない事情がある分。事情？実は夏休みとか冬休みの前に必ずやっていることがある分。必ずやってること？そうだ分、毎回全国の小学生の中から抽選で選んで当たった子の通知表を悪く書かせるんだ分。何それ、ひどっ。ネガティブ業界の伝統行事だ分。迷惑な伝統行事ですね。やめてよそんなこと。いやで分、一学期の通知表は諦めて分。諦めないし、こうなったら俺の友達出てこい、ジバニャン妖怪メダルセットオン。暑いにゃ、せっかく冷房キンキンの冷えた部屋にいたのに呼び出すなんてひどいにゃ。やっつけてくれた、チョコボー3本隠れすぎっちゃに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 ゃ。俺っちなんでいつも